ネクロファジストは、ムハンマドスイスメズによって結成された、ドイツのテクニカルデスメタルバンドである。展開が激しく、テクニカルな楽曲群を作ることで知られている。ネクロフィジストとはギリシャ語のネクローズとファゲスに由来する。1992年に結成され、同年には、でも、レクイエムズ・オブ・フェスタード・ゴーアをリリースしている。1995年にセカンドでも、 ネクロフィジストをリリースする。1999年にファーストアルバム、オンセット・オブ・ピュートレファクションをリリースする。このファーストアルバムのオリジナル版は、フランスのノイズ・ソリューション・レコードという小さなレコードレーベルからリリースされたが、すでに廃盤となっており、入手は権利などの関係で非常に困難である。このアルバムのリズムセクションは、ドラムマシンによって担われている。 ムハンマドはこのアルバムのサウンドに満足しておらず、結局はハンネス・グロスマンによってドラムパートを再録し、同時にギター、ベース、ボーカルパートをすべてステレオに取り直され、音質が鮮明になった再録版を2004年にリリースする。その再録版には1995年のデモ、ネクロフィジストの2曲を加えている。この再録版では、 ザイグアナスタジオのプロデューサー兼レコーディングエンジニアのクリストフ・ブランズが全曲のプロデュースを手掛けた。フロリダ州オーランドのデジタルドメインにてボブカッツによって完成した。北米はウィローティープレコード、海外ではリラプスレコードによって発売された。2004年8月3日、セカンドアルバムエピタフがリリースされる。オンリー・アッシュ・リメインズのアウトロギターソロは ロメオとジュリエット、ザスティル・ボーン1には、エリーゼのために、から導入した部分がある。2005年2月10日、ギタリストのクリスティアン・ミュンツナーがスケジュール上の都合が、合わず脱退を発表。公認のギタリストには、フィンランドのヘルシンキから、サミラーチ解年を迎えた。彼は、コデオンというバンドでもプレイしている。バンドは2005年3月から6月までムハンマドの病気によって、 活動を停止していたが、新ドラマーのロマン・グーローンを迎え、新婦の制作を開始する。2006年、バンドは、米国の、カービング・ノース・アメリカズ・エピタフツアーを行った。2007年のカリフォルニア・メタルフェストの後に、ドラマーのハネス・グロスマンが、ツアーのスケジュールが合わずバンドを去ったことを明らかにした。彼の後任に、マルコ・ミンネマンが正式なメンバーとして加入。 ネクルファジストは2007年のザ・サマースローターツアーのヘッドライナーを務めた。他に出演したバンドはディキャピテーテッド、アーシス、フェイスレス、セファリック・カーネイジー、アズ、ブラッド・ランズ・ブラック、キャトル・ディキャピテーションなどである。だが、ツアーバスにアクシデントが発生したため、多くのショーをキャンセルしなければならなかった。2008年4月、 ロマン・グーロンがミンネマンの公認として、新ドラマーとして加入することを発表。彼は、ムハンマドのサイドプロジェクトに今でも関わっている。2008年8月26日から9月10日まで、ピラチ・ザ・ビレッジツアーにて、デスメタルのダイイング・フィータス、ビニース・ザ・マサカー、デスコアのベール・オブ・マヤ、いくつかのエリアでは、カーカス、サフォーケーション、1349、 アボーテッドとも共演した。ムハンマドは次のサードアルバムに27フレットの7、弦ギターを使用すると発表した。ハット後に、ドイツのテクニカルデスメタルバンドのオブスキュラに加入。ありがとうございます。